どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日 A レイからね、安心変更キャンペーンっていうね発表となりまして、まあそれに追従するようにね、 JAL からもお得な運賃で安心に旅に出ようキャンペーンっていうのがね発表となりましたので、こちらね解説やっていきたいと思います。それと一緒にですね、 ANA と JAL、 まあ両方ともね同じようなキャンペーンが出ましたので、まあこちらのね比較っていうのもね一緒にやっていきたいと思います。この動画にはですね、目次機能を導入しておりますので、もしね、行きたい場所までですね、一気に飛びたいっていう方は概要欄からね、時間のところをクリックしていただくと、まあ、そちらからね、飛ぶことができるようになっておりますので、そちらもね、利用してみてください。まずね、今回の、キャンペーンの概要なんですけども、こちらもですね、新型コロナウイルスの、感染拡大の中ですね、先行きが見通せない今の状況でも、まあ、安心してね、予約してもらいたいっていう感じで、まあ、行われているキャンペーンという風になっておりまして、一部のね取り消し手数料無料となり、払い戻し手数料のみでね予約は取り消せるっていうキャンペーンになっております。ちなみにこの払い戻し手数料っていうのは440円という風になっておりまして、変更希望の方は一回取り消してね、まあ、新規に取り直すっていう形になっております。次にね対象路線ですね、 JAL グループ国内線全線という風になっておりまして、 FDA、AMX、コードシェア運航便も含むという形になっております。でこちらキャンペーンの対象の方なんですけども、2020年7月4日から搭乗分の運賃を2020年7月3日の9時30分から9月の30日までに新規で購入した方というふうになっております。したがってね、7月2日以前にね購入した方は今回のねこのキャンペーンの対象外というふうになりますので、そちらね注意が必要です。またね、JAL には法人向けのサービスの JAL オンラインサービスっていうのがあるんですけども、こちらもね、基本的に対象っていう風になっております。対象運賃ですね、こちら読み上げさせていただきますけども、ウルトラ先得、スーパー先得、先得割引タイプ A、B、特便割引1、3、7、21、乗り継ぎ割引7、28ということで、こちらはね、対象っていう風になっておりまして、単純にね、取り消した際の取り消し、払い戻し手数料はですね、公式サイト一覧でこんな感じで、ね、掲載されておりますので、まあ、払い戻し手数料がね440円のみで取り消し手数料はかからないっていう形になっております。取り消し期限としてはですね、予約便の出発日前までということになっておりますので、ギリギリまでね検討することができます。またね、期間中に運賃をね出発前までに変更取り消しをされなかった場合の、まあ、運賃前のね取り消し払い手数料の一覧もね公式サイトに載っておりますので、こちらもね参考にしていただいて、まあ、とてもね分かりやすくていいのではないのかなっていうふうに思います。以上はですね、JAL のお得な運賃で安心に旅に出ようキャンペーンのね解説という風になったんですけども、ここからですね ANA と JAL、まあ、同じようなねキャンペーンが開始という風になっておりますので、まあ、こちらのね2つのキャンペーンねちょっと比較していきたいと思います。まずね期間なんですけども、 ANA の方は7月1日から9月30日の搭乗分、 JAL の場合は7月4日から10月24日の搭乗分という風になっておりまして、約1ヶ月ぐらいのね開きがありますので、まずねこちらでご自身の方がね利用される期間っていうのはね変わってくるかなという風に思います。で次に対応なんですけども、ここはね、まあ、一番重要な部分なんですけども、ANA の場合は安心変更キャンペーンという風になっておりますので、期間中にね最大355日先の変更を無料にするというキャンペーンですので、あくまで変更っていう感じなんですよね。で9月中まではですねこちら何度も変更ができるんですけども、10月以降はね1回だけっていう風になっております。したがってこちらはまあ完全にね無料対応という風になっておりますので、 ANA の方はねあくまで変更ということですので、払い戻しのね特別対応ではないっていう点をね押さえておいてください。次にですね JAL の場合ですね、期間中取り消し手数料無料となり、払い戻し手数料440円のみで予約がね取り消せるっていう風になっておりまして、変更を希望の場合はですね払い戻しの上新たにね新規で購入するっていう形になります。ですので、まあ、この2つをね、比較していくと、いかにもね、ANA の方が、まあ、先に出たキャンペーンなんですけども、まあ、こちらのね、対応してない部分を、まあ、JAL がね、まあ、狙ってきたっていう感じになりますかね。ですので、まあ、ご自身の方がですね、まあ、どっちの対応で、まあ、利用していきたいかっていうのと、まあ、どっちの期間でね、利用したいかっていうのはね、変わってくる感じですかね。JAL の方は
ね、まあ1ヶ月ほどね期間が長いので、まあその点がね考慮する上でまあ変わってくるかなっていう感じですかね。次にね対象運賃ですね。こちら ANA も JAL もですね、対象運賃に関してはどちらもね割引運賃も適用といった形に、ね、なりますので差はねないのかなっていうふうに思います。じゃあね以上まとめると、今後のね旅行計画をする際にですね、予約自体を延期を希望する方は ANA っていう形になりまして、とりあえずね、まあ、一度、取り消してね払い戻しをしてね新規で旅行を取り直したいっていう方はね JAL っていった感じになりますかね。ただね期間についても9月まではね両社ともねキャンペーン適用中なんですけども、 JAL の方はですね丸々1ヶ月ほどね期間が長いので、 ANA の場合はね10月に入ると新規購入は適用されませんし、9月中に購入している分もですね10月以降は1回しか変更ができませんので、まあこの点はね注意していただきたいなっていうふうに思います。ですのでどちらを利用するのがおすすめかっていうのはね結構一概には言えない部分になりますので、ご自身の方はですねどちらが利用しやすいかでね選択していただければなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回は JAL のお得な運賃で安心に旅に出ようキャンペーンとですね ANA と JAL、まあ、両方ともね同じようなキャンペーンが出ましたので、こちら2つをね比較してみましたけども、両社ともですね9月以降の航空券はかなりね安めに設定されておりますので、ぜひねご自身に合ったキャンペーンをですね利用してみていただけたいなっていうふうに思います。新型コロナウイルスのね新規感染者がちょっと増え続けていて、まあ不安な部分はあるんですけども、まあ、万全な体制でね、旅行を楽しんでいただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボンボイ、ホテルのことなんかね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はぜひねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。